アンドレイ・アンドレイ・エビチグロム以降1989年7月2日はソビエト連邦の政治家、外交官。28年間にわたって外務大臣を務め、ミスター・ニエットの異名で知られた。ユーリアン・ドロポフ政権以降は閣僚会議第一副議長を兼務した。ミハイル・ゴルバチョフ政権発足後にエドアルド・シェワルナゼと外務大臣を交代し、 国家元首にあたる最高会議官部会議長に選出された。1909年7月18日に、ロシア帝国の白ロシアのホメリ州の農家に誕生する。出身は、コグロムイコ村で、正教古儀式派のベロクリニツキ派の信徒と言われる。祖先は17世紀にニーコン総主教及びその後の改革から逃れ、1684年に、 ポーランドのベトカ村を作り住み着いた古儀式派の流れであり、18世紀のエカチェリーナ2世紀には2万5千人の同居者がシベリアに追放されたという。1931年にソ連共産党に入党。1932年にミンスク農業大学を卒業する。ソ連科学アカデミー経済研究所勤務を経て、1939年にソ連外務人民委員部に入る。 米州諸国局課長、アメリカ局次長、同局長、中アメリカ大使館参事官を歴任する。第二次世界大戦中の1943年に中アメリカ大使に抜擢され、大戦中は1944年のダンバートン・オークス会議、1945年のヤルタ会談など主要な国際会議に出席し、特にアメリカとソ連の関係強化に動いた。 1946年から1949年まで国際連合安全保障理事会のソビエト連邦常任代表を務め、この間に何度も拒否権を行使したことからミスター・ニエットの異名を立て祀られた。1951年のサンフランシスコ会議でもソ連代表として出席したが、講和条約の内容に反対し、署名しなかった。その後外務次官。 中イギリス大使などを歴任する。中イギリス大使時代には、日ソ共同宣言に先立つロンドン交渉で、ソ連側の代表に立った。1955年に、外務時間を経て、ニキータ・フルシチョフ政権の1957年に、外務大臣に就任した。以後、1985年に、エドアルド・シェワルナゼと交代するまで、28年間に、渡って、 冷戦時代のソ連の外交を担った。ブレジネフ時代の1960年代後半から1970年代にかけてのデタントを実現するが、1979年のアフガニスタン侵攻によって新冷戦を招いた。この間1956年には党中央委員に選出され、1973年4月には党政治局委員となる。元来、ソ連外務省は、 他のソ連の国家機関と同様に、ソ連共産党の国際部や社会主義連絡部などの指導を受けて外交を実施する機関であったが、1970年代から閣僚会議が膨大な官僚を要して行政府として強大化していったことと気を一にしたことと、クロムイコの外務大臣の在職が長期化したことに連れて、その政治的権威も増大していった。 1975年以降は、ブレジネフの指導力が低下するにつれて、KGB 議長のユーリ・アンドロポフ、国防大臣のドミトリー・ウスチノフと共にトロイカを形成し、ソ連の政策決定に大きな役割を果たすようになる。1982年11月10日に、ブレジネフが亡くなった後、アンドロポフが公認の初期長に選出された。その直後アンドロポフは、グロムイコに、 ブレジネフが生前兼ねていた憲法上の国家元首ポストである最高会議幹部会議長への就任を打診した。しかし、グロムイコはそれを誇示した。代わりに1983年からは閣僚会議第一副議長を兼任した。その後1984年2月のアンドロポフ、1985年3月のコンスタンティンチェルネンコと初期長の死によって、 短命な政権が2期続いたことを受け、後継書機長の選出にあたってはゴルバチョフを強く押した。推薦演説にあたっては、ゴルバチョフを、この人物は若いが、鉄の葉を持っていると評した。グロムイコには、ミスター・ニエットという別名が存在するが、これは、国際連合安全保障理事会ソビエト連邦代表と外務大臣を務めていた時に、国際会議において、 西側諸国が提出した議案で、特に、ソ連にとって、不利益となる議案に容赦なく、拒否権を行使したり、反対票を投じていたことに由来するものである。ちなみに、ニエットはロシア語で英語の脳にあたり、グロムイコは特に国際連合。しかし、皮肉にも、ゴルバチョフの鉄の葉は、グロムイコ自身にも向かった。7月に、 外務大臣のポストをシェワルナゼに譲り、儀礼的なポストである最高会議幹部会議長に祭り上げられた。これはゴルバチョフが外交の主導権を掌握し、新思考外交を進める上で老齢のグロムイコが障害となったためである。一部の西側ジャーナリストは、グロムイコがゴルバチョフの改革に否定的であると考えていたが、グロムイコは回想録の中で、 ゴルバチョフやペレストロイカの方針について、好意的に書いている。1988年6月に、ロシア政教会千年祭を政教会と共に、主催した後、9月30日に、ゴルバチョフに辞意を伝え、同日開催の党中央委員会総会で、政治局員を退任。翌10月1日には最高会議で、最高会議幹部会議長から引退。 公認の最高会議幹部会議長にはゴルバチョフがついた。1989年4月に中央委員会からも退いた後、グロムイコは改装録の執筆に取り掛かった。その3ヶ月後、80歳の誕生日を目前に控えた7月2日に、血管の病気により死去した。79歳であった。人民大議員大会では、グロムイコの死を追悼し、 一分間の黙祷が捧げられた。アメリカのジョージ・ HW ブッシュ大統領はグロムイコの息子であるアナトリーに対して哀悼の意を表した。ソ連政府は他のソ連指導者と同じようにクレムジンの壁墓所にグロムイコの遺体を埋葬することを提案したが家族の意向によりノボデビチ修道院の墓地に埋葬された。ありがとうございます。